それを実際実現しているのがやっぱビジーデザインの新谷芳彦かなとは思います。Give it to me like それをね、やってもらおうかなと思ってるんですけど、いいですか？嫌です！って言うと思った。それ絶対言うと思ったよね。もうこのくだりしよったら、長くなるけ。しんちゃん、こっちおいで。ほい。失礼します。あー、いて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 。じゃあ早速、サザキング流の第三者営業。僕はいいですか？うん、いいよいいよ。僕はいいですか？もうあとは任せる。いやー、任せたら困るね、うん、もう見ての通り、新谷芳彦です。以上です。ありがとうございました。終わり。その今日それのパターンね。新谷芳彦を語れと。そうそうそう、そういうことね。語れと。まず一つ最初に変態。変態ね、うん、これは絶対変態と、ド変態、でも素敵な芳彦。それはいいとしてね、うん、ビジーデザインっていうのは何？意味は、僕の仕事っていうのが最初、うん、クールビズとかビジネスのビズっていうのに、うん、ヨシヒコの Y を足した造語なんですけど、うんうん、それそのビジーデザインっていうことはそのビズ の, ビ, あのビジネスの B とで Y をつけてビジーで、でもうデザインもうデザイン会社でしょ。要はこれを作ったってことでしょ。俺これは俺歴最大の失敗やった。失敗か。ビジも大失敗ですね、もうね。仕事は成功してますけどね。そう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 。要はまあ、僕で言うと、じゃあ新谷さんとのね、出会いというのはちょっと教えられないんだけど、うんね、それはまた続編があるから、それで聞いてね。引っ張る当たればもう数字より数字は。すごいな、すごいな。分かった分かった、意味が。で、出会いはでも 4,5 年になるんですけど、うん、うちの会社って、ね、社団法人で、一般社団法人で、僕がね、そういうのこう発想はあっても、なんか名前を付け出すのすごい不得意で、文章とか起こしたりするとかね、こういろいろ発言はできるけど、こう形に変えるのすごく難しくて、でもそんな時にこう新谷さんに、まあ、新ちゃんにね、ちょっと名前決めてよから始まったとこがあってね、あ、会社名、会社サザキングね、そうサザキングの会社名をね、で決めてって、まあ、普通さ、こんな形でこんな名前なんだけど、こういうデザインやってくれっていうのはお仕事やってるんですよね。わかります？なんかこういうなんか名刺とか、うんね、そういうのを作ってほしいときに、なんかこういうイメージで作ってほしいんですけどってクライアントさんが言われてると思うんだけど、俺さ、こんなんだからさ、なんかとりあえず決めてよみたいな。もうその会社名からね。そう、会社名からよ。うん、ね、もうその時だけはね、過去一切れてたね。切れてた。はぁーって、ね。いや、なんすかそれから始まって、でもね、数日後にはね、会社名とね、ロゴが出てきたもんね。早いね、仕事。早い。多分ね、ここにまたテロップじゃないや、なんかこう抜き出しが出てくると思うんだけどね、うちの会社の由来とかね、そういうのは出てくると思うんだけど、要はそういうのがこうインプットされてる方でもあってね、要はデザイナーなんだけど、もう頭の中でも描かれてるから、その人を見たときに、まあ、例えばこの人はほらちょっと言えないけどね、まだね、この人はこんな形が合うなとか、前回の放送でもチャンネルでもあったと思うけど、僕のイメージ、あ、イメージね、名刺で書いてあったじゃん、うん、あれも僕がこんな感じで書いてくださいとか言ったわけじゃなくて、いや、あれそのまんまや、
そうなんです。あれものすごい評判良くて。評判やろね。まともななんか職業書くとこれなんか分かりにくい逆に言われるぐらいちょっと困ってるんですけどね。要は何が言いたいかというと、そういうのを自分たちがこう表現したいのを形に変えてくれる人。うん、そうね。そうそう。何でもその仕事ってほら、あの1から10あるとしたらさ、こう家庭があるけど、それをちゃんと着地をしてくれるな仕事やってる方が新たな仕事、美人デザインなのね。まあそのまあ、デザイン会社としてもそうなんだけど、そのただ単にイメージを何だろうか、こっちがこう言わないととかじゃなくて、そのイメージをしっかり落としてくれる、うん、それを一つだけじゃなくて2パターン3パターンっていうのをちゃんとニーズに合った出し方を、たったキーワードを投げるだけでしてくれるのが、うん、しんちゃんかな、うん、その通りで、その通りでしょ。だけど僕らみたいなタイプってさ、単細胞じゃん。これがさ、あでさ、これでさ、でなんか分からんのを、そうそう、でもこういう感じかなっていうのを、うんうん、実際にこう客観視して見てるデザイナーさんかな。うんうんうん、で僕もいろんなデザイナーさん知ってるけど、そういう方が今までいなかったかな。っていうの、事細かく聞こうとするのよ。具体的にとか、もっとこういうところになって、もうそれ聞かれるとダメで。多分僕らみたいなタイプ。朝崎君はダメです、ダメです。まあ、確かにね、なんかそうね、そう問われるとなんか答えにくいところもあるね。そうです。確かにそこまで答えてやると親切ではいいと思うんですけど、うん、それをなんかこう1言ったら10汲み取ってくれるようにデザインをしてくれる、うん、だけど僕も紹介するときには、あとにかくじゃあ 彼紹介するから彼のとこ行ってきてって言うと、その紹介した人からありがとうが返ってくる。へー、お金に換えるのありがとうって聞いたことある。それを実際実現しているのがやっぱビジーデザインの新谷義彦かなとは思います。まあ、これがまあ第三者営業っていうか、やっぱこの人物を紹介する上では、そうね、うん、まあ、そういったところすごく強いので、よくほら僕らみたいになんかこう、なんかこういうロゴ作りたいとか、なんかこういうのやりたいけどとか、ああいう人たちいっぱいいるんですけど、うん、作れない人がいっぱいいるでしょ。でもそれを形に変えてくれるっていうのが一番僕としてはメリットが強いと思います。そうね、うん、そうね、そこはできすぎるようなちょっとプレゼンしようけど大丈夫かな。できいやいや大丈夫大丈夫、そこはね、まあでも純粋にそこが、いやふざけながら来るのかな、ちょっと楽しみにしてたけど、まあプライベートはねもうふざけの友達だからね。メリハリつけてもうメリハリも今日メリハリメリハリだらけだよね。これでさ、ね、ビジーデザインのさ未来がかかってると思ったらさ、ちょっと緊張したな。うん、緊張してるよ、本当に。してねえな。緊張してる。まあでも実際それでほら、つよぽんもね、そうそうそう、俺はね、いろいろあの、うん、名刺も今度かっこいいの出来上がるんで、皆さん期待していってください。期待は、ね、期待けどね。いや、マジでかっこいい。期待してない方が、おーってなるじゃん。ああ、そういうこと、ね、期待してること。まあちょっとかっこいいけど、そこも超えてくるって。あ、超えてくる。大谷翔平さんやね。うん、それ期待は超える、応えるもんじゃない、超えるものだとね、かっこいい、うわほーよっ、本当に飛んでた。まあそういった感じ、そういったことをやっぱやってるのがビジーデザイン。まあでもそれも一つの事業でしょ。そうですね、でしょ。で一つがこうデザイナーでもあって、はい、まだやってる事業ありますよね。どうぞ。スタイリスト、かっこ悪いよね。かっこ悪い。どう見てもかっこ悪いね。でもほら、チャンネルでもずっとやってるように、つよぽんのこのほら、本当はね、この形が一番落ち着くんだろうけど、うん、でもそのこう、スタイリスト、その人に合ったニーズでまたチョイスしてるでしょ。そうですね。ね、色合いとか、なかなかほら、皆さんもこれ、この服着れないって思って着せすると、しっくり着てるっていうのをしっかりチョイスできるよね。だけど僕もそうだけど、結構ね、そのしんちゃんから、ね、提供してもらってる、ね、洋服ってあって、まあ、それを着ることが多いよね、うん、着回ししたりとかするのあるし、で何気なく一言さ聞いたりとかするときに、ねね、今日こんな感じどうって、あ、より一層、あ、これでいいんですけど、ちょっと襟を立てるとか、うん、ここ例えば腕をこうて、ジャージまくることはないけどね、こうてまくることによって、ここでこういう風になるとこういう感じになるんですよっていう、その場でできるワンポイントアドバイスもしてくれる。あ、この前してくれたんや。え、もうしてもらったの？それビップ大群のないけどな、お金積み上がった中で。違う。信頼関係。この前あれよ、オレオとのあれで、ちょっと
レクチャーを受けて、あそこはまだ出してないけど、あなるほどね、オレオね、うん、そうそう、オレオと未だにセッションないけどね。いや今度ダンスバトル、ダンスバトルね、うん、気が向いたらね、気が向いたらね、うん、まあ、今日はね、あのしんちゃんのことだからね、まあ、そういうのもこう何気なく、それこそあのほら洋服って特にあの繊細な部分と思うんですよね、洋服って繊細、うん、あの服装って、うん、これでいいのかなとか思う人たちもたくさんいる中で、聞きにくいことはあったりするけど、うん、それをね相手がこうなんか傷つかないように、相手にとってプラスのような伝え方もできる、うん、そういう表現者でもあると思います、うん、ただ単にこうやっていやおかしいよじゃなくて、あよ悪くはないんですけど、ここの部分をもっとこうするととてもいいんですよと、うん、で相手からするとあダメじゃないんだっていう認識が入ってきたりするイメージはあるかな、うん、まあ、僕もそうだけど、まあ、何人かでお客さんを紹介させてもらった時に、そういうのを見た時にそのお客さんがそういう雰囲気になってる、うん、うん、それを見た時にやっぱりあ自分と同じような感覚で皆さんやっぱり聞いてるんだと。でも結論から言うといじってんだけどね、ダメなんだよって本当はね、ダメですよって言ってるんだけど、それを相手にダメですよって言いつけてる、悪くはないんですけど、ここの部分をもうちょっとこうしてあげるとこういう感じになるんです。それは結構言われてダメでしょ。それはもうそもそもの話やね。そもそもの中で俺紹介してないからね。まあね。純粋で心がきれいくて、ね、わかります？ね、ツヤポンのようにドロドロしてる人間は難しいよね。そういうこと。そういうことそういうこと。もうちょっとすみません言っちゃったんだけど。うん、なんかそういう方たちとかでも実際に僕が紹介した方でね、ちょっとお名前伏せとかないといけないですけど、うん、なんか服もだらけてる、ね、来る時にもなんかこうスリッポンで来たりとかする、スリッポンでか普通にサンダル履いてくるような人が洋服の紹介したことあるのね、うん、たらそのすごく服を今まで着たことないような服を着てた時にすごい自分で最初は着せられた感じがあったんだけど、だんだんそこにヒアリングをしてあげて、ヒアリングするとだんだんこう人間で胸張っていくんだよね。だから言う言葉が変わってきて、その彼が今じゃね、20年間彼女にならなかったのにね、結婚までするようになったんだよ。本当すごいね。すごいです。もう今でもその子から、本当ありがとうございますって新谷さんからああいうアドバイスいただいて自信も持てましたと、で今今度彼女と同棲して、で今度も結婚も控えてます。20年間いなかったんですよ。そう、ああ下の処理はどうでしょうか知らんけど、それはさておきかもしれんけどね、言いたいけどね、ある程度の期間から20年ってことやろ。そう、まあ、年齢はちょっとありそうかないといけないけど、そう、ね、で結局その服を通して今まで自分が気づいてなかったことに気づかせてあげたりとか、うん、それもなんかダメなんだよこうだからこうしなさいじゃなくて、相手が自然と認識できるような伝え方をしてるのね、うん、性格むちゃくちゃ悪いんですよ。そうでもなんかでもこれが絡むとね、なんか言い回し方が変わるのね。そういうとこがあるから。それに見ててね、ここでたまに学んでたけど、これ超すげえなって思う。僕にないところなんで、やっぱりあんたもすごいな。あ、本当。あと人から、ほら、やっぱり学びって人からじゃないとできないでしょ。あ、ある意味ね、そう、ね、うん。僕常に相手のことを尊敬の芸で見てるから、いいも悪いも見えるんだよね。でもそういうのこの悪いところを追求してるんじゃなくて、そういうのをすごく繊細にやってるところは僕は逆に学んでることが多いです。なるほどね。まあ、僕も専門ですけどね、この喋るのが仕事の僕でも、そのまあ言うならプロだからですね、そのプロが勉強させてもらうようなことを、ただそれがスタイリストであったりさっきのデザインにつながってると思います。なるほどね、うん、だからあの本当にいろんなデザイナーさんとかスタイリストの方いらっしゃると思うんですけど、2つの事業、もう一個はちょっと言えないんですけど、うん、別のことで主催もやってる、それ言っていいんですか？言ってます。そのマルシェ、わ、うん、かります、うん、ね、いろいろこうなんかハンドメイドとかでですね、なかなかお店ができない方たちとか、でも商売がやりたいけど、やっぱそういう人たちの場所を作ってあげたい、うん、実際すごいそれ僕も昔やってたけど手間がすごくかかるんですよね。なるほど、うん、まあ、正直いやらしい話、お金があればできることっていっぱいあるじゃないですか、うん、言ってしまえばね、そう、例えばそのイベントに出店するときにお金でかかるんだけど、うん、それがこので僕らみたいな経営者の人たちって、あそれぐらいだったら出すよみたいな、5000、1万円とかポッて出す人たち多いと思うんですけど、うん、このマルシェっていう人たちはやっぱどうしても
あの金額的な資金的な部分だったり、うん、専業主婦の方が多い中でそこのこのお客様のニーズってのは汲み取ってあげてやってるような方なんですよ。うん、すごいね、それは。そうそう、だけど僕は3つの事業やってるようなイメージなんですよね。うん、そうね。でそういった総合的にも僕もまあ、お客さんで仕事のことも、まあ、任せてますし、うん、でその本当分からないことは自分で考えてるんじゃなくて、もうやっぱ任せられる人をやっぱり増やしていきたい。うん、その中のやっぱこう僕の中の絶対柱の一人なんですよね。うん、まさに考えるな、感じろ、よし行こうみたいなね。用意は疲れたね。いやいやいや、でも考えるな、感じろの一人でもありますよ。一人でもあります。僕のその言ってんこう考えるな、感じろって言葉も自分でこう作ったわけではなくて、自然とこういう僕の周りの方、近い方たちから教えてもらったことかな。だけどやっぱり理解をしようとするのは強いと思いますよ。なるほど。はい。いや、本当にガチな第三者営業やってしまったね。太蔵チャンネル。今のこのチャンネルのところでもね、うん、なんかこう、編集のところでもさ、こうカメラアングルとかでもしっかりほら、もう、うん、見えてるじゃん。いや、そうね。だけど、僕らも聞きやすいでしょ。うん。どういうこと？いや、でも言うこと聞かないよ。今日なんかまともやけど。そう。今日まともやけどね。大丈夫、あのちゃんとはね、ほらこうフレームアウトはしないと思うからそこはね、まあ、でもそれぐらいそのやっぱ専門の方だから、うん、やっぱあるじゃないですか、うん、そんな方からワンポイントアドバイスをいただくことによってやっぱり自分にも自信が持てる、うん、やっぱ僕らのお仕事でもそうですけど皆さんもそうだと思うんですよね。何か大丈夫かなと思った時にそういう専門の方からお世辞じゃなくて言われるとすごく自信にもなるじゃないですか。うん、そうね、そこはもちろん。要は僕のその言ってるのは新谷義彦にデザインであったりスタイリストでそういったマルシェとかするときに関わることによってしっかり自信を持って導いてくれる方が新谷義彦だと僕は思ってます。以上です。やりきった。太蔵チャンネル。では今日はさすがのササキングのしんちゃんバージョンの第三者営業、素晴らしかったですね。十分しんちゃんの魅力が伝わったと思うんですけど、最後にしんちゃんの言葉で営業じゃないな、紹介をやってもらおうと思います。では紹介紹介じゃないな、ちゃんと喋りなさいよ。ちゃんと喋るよ。しんちゃんの方から紹介じゃない、なんか PR か、PR ね、PR な、まあいいわ。しんちゃんの方から最後一言いただきたいと思います。ではどうぞ。はい、しんちゃん大好きよ。じゃあね、バイ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 チューポーズ。